はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、そら豆になります。そら豆、こちらね、ずらーっとですね、大きくね、成長してきました。こちらですね、10月頃ですね、黒マルチを引いて種をですね、1個ずつ入れて、そして100均の不織布で上からね、覆っていただけになるんですけれども、はい、すごくですね、大きく成長してきました。そして今年はとても暖かいので暖冬かなってね、思いまして、はい、こういうね、ところでかなりですね、予想以上にですね、大きく成長してきてるんですね。そしてこのぐらい大きく成長してきましたら、ちょっとね、摘心っていうですね、作業をしておくことによって、このね、冬ですね、寒い冬でね、霜に当たって、焼けて凍ってしまうってこともあるんですけれども、ちょっとね、そういったところで、はい、摘心をね、して、霜にもね、負けないようにして、さらにですね、霜に負けないだけではなくて、主なね、ものと理由としては、トラ豆って種のね、ものがね、出てくるんですね。そして横からパカパカってね、脇芽っていうものが、10本とかね、15本とか出てくるんですね。そういったところですね、脇芽をしっかりと伸ばして成長させてあげることによって、はい、美味しいね、そら豆たくさんね、収穫できるようになりますので、はい、今日はね、どんな感じで摘心をしたらいいのかっていうところですね、イラストも使いながら説明していきたいと思います。ね、この動画を見ることによって、そら豆の摘心の方法が分かって、来年ですね、そら豆たくさんね、大きな、はい、美味しいね、実がね、収穫できる可能性がぐぐっと上がりますので、よければね、参考にしてみてください。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらね、早速説明していきたいなと思います。はい、こちらね、地面ですね、土としまして、このようにですね、根っこですね、そら豆の豆があって、ここから根っこがいっぱい出てきて、そしてここからそら豆がニョキニョキニョキとね、出てきています。そして、葉っぱですね、そら豆の葉っぱはこんな感じでハート型になってるんですね。これで1枚と数えます。そしてこれで2枚、そしてこれで3枚、そして4枚、そして5枚、6枚とかね、こんな感じでね、出てくるんですね。そしてこのようにね、出てきまして、このようにね、ある程度成長してきますと、横からもですね、ここからニョキニョキニョキって茎が出てきまして、こうね、葉っぱがね、またニョキニョキとね、出てくるんですね。はい、そしてどんどんね、こちらもニョキニョキって出てきて、どんどんこちらも出てきてっていう風に、どんどんね、こう増えていくんですね。はい、そしてこんな風に出てくるんですけれども、この中心の部分ですね、のそら豆が、ね、ここをですね、ある程度大きく成長してきましたらカットしちゃいます。これカットすると、ここになるそら豆がですね、収穫できなくてダメじゃないかってね、思うかもしれません。ただですね、これね、そうだと思うんですけれども、実はね、この種のそら豆はですね、あんまりね、大きくならなかったり、美味しくなかったりするんですね。そして場合によってはならないということもあります。なので、この横から出るそら豆をですね、どんどんと成長させて、はい、こちらにね、そら豆をですね、どんどんと大きくなるようにですね、育ててあげるってことが大切になります。この中心の部分をカットすることによって、ここに使われていた栄養がこちらにですね、どんどんと成長をねしていくっていうね、イメージになります。そしてもしね、この脇芽がそんなに成長がゆっくりだよっていう場合は、あえてね、ここ4枚ぐらい葉っぱは残して、そしてある程度また脇芽が大きく成長してきましたら、こちらのね、そら豆もね、最終的にはここでカットしていくっていうね、方法もあったりします。今回の場合は、僕の場合はね、かなりそら豆成長していましたので、ちょっとね、早めに、ここをね、中心の部分からカットしてしまいました。これね、4枚残すものとしては、光にね、しっかりと当てておくことによって、光合成を良くして成長を促していくっていうね、効果があったりします。それを目的にですね、ちょっとね、皮カットをね、少し残してカットをしていくっていうところになります。じゃあ実際にですね、そら豆のね、状態を見ながら作業をしていきたいなってね、思います。はい、こちらですね、そら豆をですね、かなりね、大きく成長しました。ちょっとね、見てみたいなって思います。
まず中心の部分がこのようになっていまして、そして横からですね、脇芽というものですね、1本、2本、そして3本、4本、5本ですね。でさらに、奥からね、6本、7本とかね、結構ね、たくさん出てきてるんですね。なのでこのぐらいもうね、大きく成長してきましたら、脇芽どんどんね、これから成長させていくといいんですね。なのでそのためにですね、中心の部分ですね、ここをカットしてあげることによって、脇芽がね、どんどんね、成長していきます。摘心すると栄養ですね、今中心の部分がここ育ってきているんですけれども、この中心の部分が横にですね、大きく栄養が散って、脇芽が成長するというねイメージになりますので、今日はこの部分をですねカットしていきたいなと思います。そしてもしですね、この脇芽がまだね少なくて、ここの部分もまだね弱いよって場合は、そのまま残しておいてもいいですけれども、ただこの主の枝ですね、今1枚ですね、この葉っぱ2枚で葉っぱ1枚って数えるんですけれども、1枚、2枚、そして3枚ですね、3枚目が出てきて、4枚目ですねが出てきて、そして5枚目、6枚目、7枚目ですね出てきています。7枚目出てきて、4枚目までですね、残しておくといいんですね。なので、下から数えると、1、2、3、4ですね、4。なので、この付け根の部分、ここの部分でカットしてしまって、脇芽がね、あんまり生えていない場合ですね。その場合は、ここをカットしてしまって、それで、どんどんね、まだね、この冬ですね、まだまだ寒いですので、大きくね、なるようにしておくとよかったりします。ただ今回の場合は中心の部分ですね、もうかなり脇芽も成長していますので、中心の部分をカットしていきたいなってね思います。中心の部分と言いますと、こちらですね、こちらをねカットしていきますね。ちょっと斜め45度から入れまして、スパッと、はい、カットしていきます。これでね、はい、脇芽ですね、こちらがどんどんどん伸びて成長していきます。だいたいね、しっかりと大きな、空豆を育てていきたいよっていう方はですね、今脇芽ね、今、6本ぐらい生えていましたけれども、最終的にまだまだね暖かくなってくると大きく成長していきます。それで、大きく成長してくるんですけれども、そうですね、10本ぐらいですね、10本ぐらいここを、残して育てていって、まだね育てていくと11本とか12本13本ってね、脇芽がどんどん出てくるんですね。なので、その部分はもうカットしてしまって、成長させていくと良かったりします。このね中心の部分ですね、見ていただくとすごいですよね、すごい成長がいいです。はい、なのでこういったところをですね、まだまだ脇芽出てきますので、はい、大きくしていきたいなって思います。ただね、やっぱりまだね寒い季節も、これから出てきますので、あんまり、大きくねさせすぎないようにちょっと注意が必要になりますけれども、まあ、やっぱり暖かいですので、どんどん成長すると思います。そうした場合はちょっとね、こんな感じで防虫ネットですねを張ってしまって、それで風からね守ってあげたりとか、あとは支柱をね刺してあげることによって、支柱でしっかりと守られて、はい、倒れないでね済んだりしますので、そんな感じでちょっとね、対策をしてやってねいきたいなってね思います。それにしてもこんなにねたくさんの、空豆ですね、どんどん成長してきています。素晴らしいです。はい、こちらねどんどんねまだまだ成長していきますので、大きくなるように育ててねいきたいなってね思います。そしてこれ今カットしました空豆になりますけれども、特にですねアブラムシもねついていないですし、病気にかかっている感じもないですね。ただね、ここ若干この部分が少し虫に食べられている感じ、ちょっと病気っぽい感じもねしますので、こういったものをね見つけましたら、なるべく広がらないようになるべく早めに取ってね、対策をしてあげると良かったりします、ね、こんな感じでねすごいね今年は本当暖かくて、空豆生き生きとね育っています。中心の部分を見ますと、ここね空豆特有のね香りがするんですけれども、はい、とてもね美味しそうないい香りがします。うん、空豆のね香り、独特で、食欲をそそるや香りです。はい、じゃあこれはねちょっとね、また土に埋めたりとかしてやっていきたいな、土作りにね使っていきたいなと思います。
すごくね、これマメ科の植物で葉っぱも柔らかくてね、すごくね分解もされやすいです。あとここ先端の部分見ると、これが寒さですね。黒いのは寒さでちょっとね枯れてしまっているところもあったりします、ね、まだねやっぱりね寒かったりしますので、やはり成長がね旺盛になったりとか風がすごい降ったりとかするともうね枯れてしまう危険性がありますので、やっぱりね寒さに対してですね対策をしてやっていくといいかなってね思います。こちらを見てみますと、ちょっとね今あいましたね、アブラムシがいます。羽付きのアブラムシで、すごくですねこれ放っておくと増殖しちゃいます。わかりますでしょうか。なのでこちらちょっと取っていきますね。こちらがアブラムシになります。羽付きのねアブラムシで、これねすごくですね、増殖してしまいますので注意が必要です。あ、まだいますね。はい、これアブラムシです。そして結構ね葉っぱのこの間にいることが多いんですよね。ここですね。はい、そして見てみますといますので、これ隠れないようにするためにちょっと取っちゃいます。これがねどんどん増えてしまいますと、アブラムシの被害広がってしまいます。あ、まだこっちにもいますね。ごめんなさい、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、この間に、あ、もう結構いますね。振ってみますと、ここアブラムシいます。分かりますでしょうか。これですね、このこれアブラムシです。これ増殖すると良くないので、ちょっとニームオイルね最近ちょっとかけていなかったので、かけてこれ以上ね増えないように、いやにも撃退できるようにしていきたいと思います。はい、こちらがニームオイルになりまして、これは普通のペットボトルですね。 500ml のペットボトルになります。これをですね振りかけていくことによってアブラムシ予防になりますので、だいたい 1cc ですね、 500ml に対して 1cc のニームオイルをかけてあげると良かったりします。そうするとこのようにちょっとね、はい、なりますので、あとはしっかりと混ぜていきます。そして、ここにですね、これ100均のスプレーになるんですけれども、圧をねかけて、はい、霧吹きにできるんですね。これダイソーさんに売っていました、はい、そして、はい、そしてしっかりと混ぜまして、葉っぱにかけていきたいと思います。でイメージとしてはこういう感じで、こう圧を加えます。圧を加えてこの上を押してやるとピッピッとね出るというイメージですね。アブラムシは先端ですね、葉っぱの先端につきやすいので、先端にしっかりとかけてあげたいと思います。もうかなりね成長していますよね。アブラムシいますね、結構います。でね、広がると本当ねすごくね広がってしまって、アブラムシはですね結構食べられちゃうんですね。ウイルスとか運んできて、そのウイルスによって、そのまま、ね、枯れてしまうってことがあるんですね。なので適度にですね1週間に1回ぐらいを目安に、ニームオイルをかけてあげることによって予防につながりますので、ちょっと僕もねやっていきたいと思います。このニームオイルは下の概要欄にリンク貼っておきますので、よければ参考にしてみてください。そら豆はね香りがほんと強いんですよね。そら豆特有のいい香りがします。はい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですね、そら豆、はい、しっかりね、摘心をしてやっていくとね、よかったりします。あとは、アブラムシとかついていたらよくないので、ニームオイルとかですね、そういったものもかけながら、アブラムシがつかないように予防もしていきたいなって思います。
じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。